こんにちはドイツのマキコがお送りするドキュメンタリーオンラインインタビューです今日は夢見るバイオリニスト浅井マリさんをお招きしています私は浅井さんのことをマリアンヌさんと呼ばせていただいていますマリアンヌさんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします知らなかった世界を自分の生活に近づけるクリエイターの思いと 仕事との関係、彼らの人生の中の存在として、それらが彼らの生き方にどう影響してきたか、そんなことを知ることで、私たちの生活にアートを近づける、もっと近くに感じたい世界になってほしいというコンセプトで、様々なクリエイターをご紹介しています。出会いの印象、アーティストを知る。では、はい、お願いします。バイオリンを演奏し始めたきっかけ、理由を教えていただきます。 お願いします、はいえーと。バイオリンを始めたきっかけは私の父親が、えー、と趣味でバイオリンをやっていたということに、あのーまあ、よって私がそのバイオリンを知ることになるんですけど、えー、と私の父は、えー、と数学の教員をやっていまして、えーまあ、数,学数学者というとちょっと大げさですけれど、あのーまあ、理数系の えー、勉強をしています。えー、なんですけれどもあの文学がすごくあの好きなんですね父は。で特にもうイギリスの文学がすごく好きで、えーとまあ、私もそれを影響されて、えー、といろんなそのイギリスの文学あの読んでは来たんですけれどもその好きな文学の中にコナン・ドイルというあのさっきえっ、ー、と 作家がいますよね。あの有名な、えー「シャーロック・ホームズの冒険」という、えー、と作品があるんですけどもその作品が父もそして私もとっても好きでで、多分今考えると父はそのシャーロック・ホームズになりたかったんだと思うんですけれどそのシャーロック・ホームズがえと物語の中でやっていることをいくつか真似していたんですね。で、まあ、パイプやってみたりととか、あとその あの帽子、えー、に似たものを買ってきて、えー、とかぶってたりとか、まあ、そんなことを、まあ、ちょっと変わり者の父なんですけどでその中にバイオリンが、えー、ありましてで、まあ、ばあの父のレッスンなどに私がちっちゃい頃なんでついていってでその時に「私もやりたい」って言ったという話を聞いています。 では、ずいぶん小さい頃から始められたということなんですね。あ、そうですね。私は四歳から。四、はい、歳から始めました。なるほど。では、今までの中では。 ずーっと続けておられたからバイオリンを始めたいという気持ちは、はい、もう4歳の頃の気持ちでそれだけです、ね、<laughs> そうですね <laughs> もうあとはもうずっとやめあまあ実は後でちょっとお話ししようかと思ったんですけれど、あのー、やめたいって思う時期もあの、まあ、ずっと続けていると出てくるんですけれども、あのー、初めの気持ちっていうのはもう4歳の頃なのでまあ 多分そうだったのかな？っていう。私がこう思い出すよりも話を聞いたことをあの自分でそうなんだろうなと思って信じてやっているって感じです。はい、わ <laughs> かりました。では次に質問させていただきます。はい、ご自分にとって、はい、バイオリンを演奏するということを教えてください。えっとバイオリンを演奏することっていうのは？ えと今お話ししたような感じで4歳から始めてもうほぼずっと毎日、まあ、弾かない日もたまにはあるんですけれどもでもほぼ毎日4歳からずっとやってきているのでまあ何て言うかなバイオリンイコール私ぐらいの感じですかねなんか習慣というにはちょっと軽すぎるなと思っていましてまあ 確かに習慣でもあるんですけどご飯食べたり、えー、と歯磨きしたり、まあ、寝たりっていうようなことと同じことの中にバウリンが入っているっていう感じでもあるんですけどあの楽しくももちろん楽しくてやっているっていうのもあるんですけどうーんでも維持したりとか向上したりとか,なんかまあするために大変でもあってあ,のあとは弾いてないと不安とか。 そういうものもありながら、えー、義務も感じているっていうなんかそういった感じの、えーとまあ、バイオリンを演出するっていうことはそういう感じかなと思ってますじゃマリアンナさんの中ではもうバイオリンは弾かなくちゃいけない生活の一部なんですす、ね、で <laughs> にそうですねうそうですなんかそのえっ、ー、とあの 大学を卒業して、えー、と間もない頃なんですけど、まあ、私大学生もそ、まあの時もそうなんですけどあんまり人間関係というか友達付き合いがそんなによくなくてあの、まあ、ちょっと今の話からもしかしたら飛んじゃうかもしれないですけど、えー、とで大学を卒業したら実はあのやっぱりそういう音楽の仕事って 周りの友達とか知り合いから回ってくることが多かったりするので私、ほとんど仕事なかったんですね、最初。で、えっ、ー、と、まあいろいろな人の話とかもまあ聞いたりしたんですけど、何かやらなくちゃいけないなと思ってアルバイトを始めたんです。で、アルバイトを始めるともう収録とかで、なんかその時やっていたので、もう仕事もないし、来ないし、バイオリンは やめようっっって思たたことがあったんですね、うん、ちょうど半年間ぐらいバイオリンをあまり弾けずにいたんですけどもそしたらあの弾いてないという自分にすごく違和感を覚えてそれまでずっと弾いていた、まあ、あの何か誰かとお話をしたりとかする、えー、ときに私はいつも「バイオリンの浅井まりです」ってあの挨拶をしてたんです。でもその時になったら バ、えっとまあ、イオリンをやめるというかバイオトをしている時期はバイオリンをやっていたさえまりっていうのも変だし何なんだろう私はということになってしまってちょっと自分が何者か分からなくなってやっぱりバイオリン私にはバイオリンしかないっていうふうにちょっと確信をして。 でまあバイトもその時やっていたアルバイトもやめてえっ、ー、とやっぱりバイオリンをもう一度ということで戻ったっていう経験があるんですけどそういう感じでバイオリンがないと私じゃなくなるっていう <laughs> そんな気がしています。なるほどわかりました。そうなんですね。はい、あでもすごい納得する気がします。はい、あわかりました<笑><笑><は>す。では、えー、はいえっ、ー、と。 今の演奏とファッションスタイルに合った、はい、出会ったきっかけを教えてください。あはいえっ、ー、とまあちょっと独特なというかヨーロピアンな感じのフリフリなあのスタイルを今、まあ、あのファッションスタイルをしてるんですけれども、えー、と2015年にえっ、ー、と まあそれまでも音楽活動はもちろんやっていたんですけれども自分のオリジナル曲を演奏するっていう活動を始めました、えーとまあ、コンセプトが「夢の世界を旅する」というちょっと変わったコンセプトで、えー、と絵本の中の世界のような絵本の世界を表現しているような、まあえー、とコンセプトのコンセプトの。 えと活動を始めました、まあ、それが今の活動にずっとつながっているんですけれども最初はですねもちろん昔あの私大好きなビビアン・ウェストウッドとかあのブランドもあったりして、えー、とちょっとこうフリフリなあのフリルがついたようなヨーロッパ風の,あの衣装と,とかすごく好きだったんですけれどもでもまあそれを離れていた時期もあって。 でやっぱり自分のな何か表現をしたいっていう時に一応ですねその衣装を買いに行くわけですよ。どんな雰囲気にしようかなとか思って買いに行ったり、えー、していたんですけれどもどうもしっくり来ないとなってでなんか私が表現したい衣装ってどこにあるんだろうって、えー、とその時の私の、まあ、いつもお願いしている美容師さんに相談をしたら。 やっぱり原宿でしょって言われてあ確かに原宿最近行ってなかったなみたいな感じで原宿探しに行ってみようっていうことでラフォーレっていうあの商業施設があるんですけどその地下に潜り込んで行ったらこういう衣装ばっかりが置いてあるフロアがあってそこであ私こういうの好きだったなっていうのをまあ 再熱というか、あのー、まあなんていうだろう探し当ててというかそして今の,あのスタイルになりましたなるほどそのスタイルが好きだったなというのは、はい、もともと絵本とかそういうメルヘンの映画とかそれもそうですねあのちっちゃい頃私あの、まあ、よく本を読んでいまして特にその 「お姫様とゴブリンの物語」っていう、えー、とあれは誰だったかななんとかマクドナルドっていう人の書いた少年少女文学というか児童文学の本とかがあったりするんですけどあの、まあ、妖精が出てきたりちょっと不思議な世界みたいなそのファンタジーを題材にした本っていうのもすごく好きでしたしもうあ,のあまり あの友達と遊びに行くとかそういったことができない代わりに本もすごく読みあさっていたのでそういう世界が好きだったりとかあとはあと、まあ、物心ついてからというかちょうど高校生ぐらいの時にロリータパンクっていうのが流行った時期があって私はすごく家が厳しかったのであの全身そ,れその装備で何て言うんだろう まとめるっていうことはちょっと買ってもらえないとかそういうあのこともあって全部できてたわけではないんですけれどもそのぐらいの頃からそういった文化というかそういったファッションが好きっていうのはありましたはいコスプレみたいな感覚ですかではないですよねそのの世界コスプレとも違うんですよね。はいなんかその まあ私のがもともとやっていたクラシックもヨーロッパのものでも、えー、ともとヨーロッパの文化その古い文化っていうのはすごく興味があったのでヨーロッパのまあ古い文化っていうとやっぱりその装飾がすごかったりとかロココとかビクトリアンみたいなそういう時代もあのを現代風にアレンジしたのがこういうスタイルなのでもともとそういうヨーロッパが好きっていうのがあったかもしれないですね。 マキコさんが住んでいらっしゃるドイツもそうですけれど、うん、そうですね、はい、こっちに来て感じるのはそういう昔の衣装とかがあのお祭りの時にそのままあ日本の着物とか浴衣とかあるじゃないですか、<ー>お祭りの時にこ、はい、の衣装がお前の、はい、クリスマスの,あのワインナハテンマークツとかそういう時にそのまま出てくるんですよ。そそうでですすの時期ににここに来なないいと見れないんですけど、はいうん いや、そうなんですね。はい、ね、納得します。<laughs> ご自分にとってのステージでのバイオリン演奏の存在お願いしたいです。あ、そうですね。ステージでのバイオリン演奏も結構難しいんですけれど、ええー、結構緊張する。 何だろうバイオリあのステージでバイオリンを演奏っていうことはあのーまあ、今でも一つの課題ではあるんですけれどもそこにステージに行ってもちゃんと自分が出せるようになるっていう、うん、準備だとか訓練だとかイマジネーションストレーニングみたいなものをやっぱり常にその普段の練習とかなんとかで まあこのステージがあったら自分はこういうふうな気持ちでその日を迎えなきゃいけないとかそういうんだろう目標みたいな感じですかねなんかうんと私が答えてるの合ってるかどうかわかんないんですけどステージに立つっていうことがあった時は何だろうなえっと人生で言うと人生っていうかで言うと あの旗が立っててここ1ここ個本番ですみたいな,なんかそこに向かって走っていってそこで1つ、うん、結果を、まあ、こう出すでそこでまたな反戦とか絶対ある,あるので、まあ、それをあの糧にまた次のところまで走っていってそこで結果を出すみたいなそういう感じっていう風に感じています。あの 1一つのゴールをどんどん自分でもあまあお仕事でももちろんそうなんですけどもお仕事がなくてもここで1個成果を上げようっていうなんかそういうゴールをどんどん作っていかないとただ引いてるだけで自己満足になってしまうとあんまり良くなかったりするなと私は思っているので、まあ、常にそのゴールを決めてなんだろう日々送るっていうことはしています。 私がいつもあの自分のオリジナルの活動っていうのはもうイメージを一番に伝えたいというかこう世界観と、まあ、それにあのそれを広げられる世界を広げられるような音楽っていうのを自分で作っていて、まあ、衣装もそうですけれども、えー、とステージの内,内装っていうかそのうんとお店というか発酵 えーの雰囲気とかももちろんそうですしそれを決めて、えー、とどんなメンバー一緒にやるとかそういうことも決めながら、えー、と作っていくっていう感じですね。あと私年に1回今年は実はコロナでできなかったんですけれどもクラシックのリサイタルをやるっていうあの本番もあの設けてました。ちょっともう中心になってしまったんですけれども。それはもうえっ、ー、と ククラシックの曲まあ割とがっつりした曲を3つとか4つとかもういあの1つの曲が20分とか30分とかあったりするので34曲ぐらいになってしまうんですけれどもそれはもうあのその国例えばドイツだったらベートーベンとか。<laughs> そういう作曲家の音楽はこういうものだっていうのを勉強していってそれを発表するっていう場になっていたりとかそういう感じで、えー、ステージ作りをやっていますそうなんですねでも今年は残念でしたね <laughs>、うん、そうですね七月の十一日に本当は予定していったんですけれどもなかなかちょっと開催難しいかなということではい 皆さんそうですもんね。ドイツでもそうなんですもんね。マリアンさんにとっての仕事仲間たちについてお話しください。よろしくお願いします。はい、えー。仕事仲間たちはですね、私、まあ、い,いろいろな、あのー、仕事仲間がいるんですけれども、 えとよくお仕事を一緒にする方はやっぱり最近はあの音楽を作る、えー、作曲するっていう方とか、えー、と一緒にお仕事をすることが、まあ、多かったりします私も最近はあのバのオリの演奏だけではなくて作曲や編曲とかをやったりとかするのであの、まあ、演奏仲間ももちろんいるんですけれどもそういう作る方の人たちと一緒に やり取りとをすするってててことがだんだんん増えてきてます、ね、で仕事仲間なんですけども結構あの独特な世界かなというかすごい狭い世界でなんですけども私の感覚ですあの他のバイオリンとかいろんな演奏家の方がどう思われてるかわからないんですけども、えー、ようやく、まあ、私も結構いい年になってきたのでだんだんその あのま、みんな丸くなってきたんですけども20代とか30代前半とかっていうところでいくとおしバイオリンというかこう音楽のお仕事って結構限られているところに演奏家はどんどん生まれてきていてあの結構戦争というかあの、うん、取り合い 仕事の取り合いじゃないですけどなんかそういうのをすごく感じて過ごしてましたね最近はいろいろな環境が、まあ、結婚したりだとかいろんな環境も変わったり、えーまあ、年もあの年でみんなこう考えることも変わってきたりしてん、えー、だろうなすごくあのそういう意味ではやりやすくなった感じもするんですけれども今まで あの20代から30代前半とかは結構、うん、競争相手じゃないんですけど、まあ、仲いいけれどもライバルだったりとか、えー、と仲いいけれどお互いを、まあ、プライドもあるので尊重しながらみたいな感覚であの仲間とお付き合いしてるかなっていうような感じがあります。 その辺はなんかすごくわかる気がします。音楽勉強なさってる方、すごい多いんですよね。ドイツにも日本にから来てらっしゃる方多いんですけど、ね、日本に帰っても演奏できないから、ドイツにいるっていう方が多いんですよ。うん、そうなると、やっぱり。ぱりですね、はい。<laughs> うん、ドイツではそういう。なんだろう。あの競争とか。えっと、そういうのもないんでしょうか。というか。 ベルリンフィルみたいなオーケストラが結構あるんですよ。はい、だから小さいにしても大きいにしてもそ、それがちゃんと仕事になってて、あの、国が守ってるんですよね。はい、で、彼らが生活しやすいように、はい、プロとしてやりやすいように。はいうん、だから日本とそういう意味ではちょっと違うかもしれませんね。うん、日本に帰るともう、うん、な,なんか音楽を教える先生とか全く違う仕事をしてしまわなくちゃいけないようなんですよ。 でそれで私マリアンヌさんに興味持ったっていうのもそうご自分のスタイルを構築されてそれでご自分でこう発信してらっしゃるっていうだからそれはすごい大事なことだと思うんですよねだからそういうことができない方が多いんだと思うんですよ演奏することだけで技術はすごく素晴らしいんだけれどもそれをどう発信していくかまでは考えつかない方が多かったような,ような気がするんですねお話聞いてるとねこちらでも。 はい。うんうん、だからすごい興味深いお話として伺ってます。うん、ありがとうございます。だそういう意味でもあのマリアンヌさんのお話を聞いた聞かれた方々たちが新しい世界を自分で見つけていく可能性をこう感じたかな感じてくれるかなとそう思ってるんですよね。うんうん、そうだと嬉しいですね。私もそうなれたらはい。